一ノ関市立図書館は、岩手県一ノ関市の公共図書館である。一ノ関市立図書館は、旧、一ノ関市と西岩井郡花泉町、東岩井郡大東町、千枚屋町、東山町、室根村、川崎村、藤沢町の旧市町村に、合併前に設置されていた図書館を引き継いだ、計8館からなる図書館である。 一の関市立図書館資料収集方針及び、一の関市立図書館資料選定基準に基づき、多様な資料の収集及び提供を行っている。各図書館では、公用車などを使った配本、団体貸し出しや幼稚園、保育所、高齢者施設でのお話会の開催など市内全域で、館外サービスを行っているほか、一の関図書館、大東図書館、 東山図書館では移動図書館を実施している。一関市における図書館運営の基本目標として市民の心を豊かに満たし、市民と共に成長する図書館という目標を定めている。市民の利用を積極的に推進し、人が集い、憩い、育ち、有機的につながり、コミュニティ作りの一翼を担い、共に成長する図書館とすることを目指している。 具体的な数値目標については以下の表を参照。以下に令和元年度末に統計された一ノ関市立図書館の各図書館の現状となる数値を示す。職員体制は業務量に応じて算定されている。また、一ノ関図書館の延べ床面積は1階の駐車場部分を除いたものである。なお、千間や図書館及び 大東図書館の建築年は改築後から数えた年となっている。一ノ関市立図書館の利用者カード移動図書館、館外サービス、学校図書館などと連携をし、地域への細やかなサービスや、誰もがどこでも図書館資料を利用できるサービスを提供することを目的としている。市内を巡回し、資料の貸し出しや、その他の奉仕を行うために、一ノ関図書館、大東図書館、 東山図書館の3館では移動図書館が実施されており、トラックをベースとした移動図書館車で市内の各所を巡回している。また、資料を広く市民の利用に供するために市内の各地に配本書が置かれ、移動図書館車を利用し各配本書へ資料を運搬している。図書館情報システムは、 富士通製のシステムが導入されているため、それに付随するオープックが利用されている。利用者向けには、ウェブ上で利用できるほか、各図書館に設置されているタッチ式の端末などでも参照できるようになっている。また、本図書館のオープックと連携している岩手県立図書館では、岩手県内の多市町村の図書館と共に一括しての資料の検索が可能になっている。 一の関市立図書館の各図書館中央館地域館各図書館の開館時間は一の関図書館が平日は10時から20時で土日祝日が10時から19時それ以外の図書館は平日10時から19時で土日祝日10時から18時で運営しているありがとうございます